この星々が
今分かち合える全てだな、キム。だが十分だ。目の前にいるのはオシリスを食い物にした神、盗賊たちの恋人だ。冷酷で残忍だ。偉大なるソベク、ナイル川と魂とホルスの守り手、全ての偉大なる神々が立ちはだかる。俺は使える。だが信用はしない。真実から目をそらすがゆえに、支配下では全てがまかり通る。赤ん坊を喰らい、混沌と狂気のために全てを捧げ、ナイルの波と一体となり、全ての神々の上に君臨する。必要であれば俺はお前を倒す。
この星々が今分かち合える全てだな、ケン。アンクがお前の世界を見せてくれるんだ。ナイルに沿って運ばれ、足の海を渡り、峡谷の先へ、遥か彼方へと向かう。アンクはセシャトによって運ばれる初期の女神だ。トトの偉大なる妻であり娘。彼女は記録に残らないものは存在しないも同然だと思い出させる。書の家の女主人はお前を空に抱え上げ、巻物の中でも最も重要なものを見守っている。俺はラーとホルスト、空のアンクを持っている。そうして俺たちが常に一つだと感じられる、ケモ。セシャとは紐を伸ばし、このアンクの優れた基礎作りを手伝った。その印はハヤブサの頭蓋骨と共に屋根の上に焼き付けられ、俺の心臓の上の石に埋め込まれている。
So. Oh.
Huh.